じゃーん。じゃーん。新しい。はい。はい、どうも、おぐです。はい。今日はですね、今ちょっとメキシコに来てるんですけど、スーパーがありまして、まあ、日本とね、メキシコのスーパーってどんな違いがあるのかなっていう、まあ、せっかく来たんで、ちょっと動画にしてね、皆さんにお伝えできたらなと思うんで、カメラマンはね、ちょっと美女なんで、ちょっと緊張してるんですけど、スーパー行ってみたいと思います。潜入してみましょうか。潜入してみます。レッツゴー。じゃん。今日デートだね。今日デートだね。楽しいね。楽しいね。うん。何食べたい？今日帰って作ってくれたの。あ、うまくないでしょ料理。え？うまくないでしょ。あ、美味しいよ。あ、美味しいの。サバの味噌煮が得意ですよ。あ、結構できる女性。結構できるくない？サバの味噌煮は。何？それ何？読めないよ。スペイン語？多分チーズじゃね？スペイン語だよね。うん、チーズじゃね？この量。じゃーん。何買ったの？リンゴ。リンゴ？リンゴ。リンゴかわいい。似合ってるリンゴ。似合ってるリンゴ。この辺はカット野菜か。なんかコストコみたいだね。めっちゃ家具とかある。あ、そうなの。もうコストコじゃん。コストコじゃん。なんか面白いのないかな。私のケア用品が大好き。ケア用品。あ、水が悪いとね。そう、水が悪いからこんなポスタボタンになるよ。見てください、これ引っかかります。引っかかります。ジュースがすごい。俺もオレンジジュース買おう。これ46ペソペソ2個で230円ってことか。うん、買います。スペイン語で全然わからないですね。何？何？どうした？どうしたの？どうした？どうした？あ、この。コーンフルパって何？何よなシリーズ。コーラエグ。すごいな。全部コーラだ。本一本がでかいな。これとか何リットルよ？ 3 リットルか。水だ。会場で買うとね、1本100円ぐらい。これ何キロ？あ、でもでかくないこっちの。気のせいじゃね？え、高さが。スリムで高きゃ。草みたい。まあ ね。私じゃんこれ。濁ってね。透き通ってるよ。透き通ってるか、うん。これに決めた。これに決めた。10キロ。10リットル。あれじゃん。何？なんだっけ。進撃の巨人だ。進撃の巨人じゃん。おお、ナルトだ。お、僕ヒロ。ヒロアカじゃない。ヒロアカか。すごいね、日本のアニメってやっぱ。ガブロにしたいね。マジで。今の卒業しようぜ。私のヘアオイル探しに行きましょう。あ、これ違うの。ボッサボサになるわ余計に。はい。ヘアオイル探し。これがいい。また可愛くなっちゃうね。もっと可愛くなっちゃう。困るね。ドライヤーを買うのが先かもしれない。ドライヤーないんだもんね。感じはそうな。めっちゃレアなんじゃない？レアなんじゃない？下線2は3。とこも共通ですね。これどう？なんか良さそうじゃない？柑橘系で。なんかいいんじゃない？え、いいわそういうの。これでもいいのかな？なんでもいいんじゃない？ねえ、適当になってる。ちょっと。これ絶対そうじゃん。もうパンテンはもう信頼おけるメーカーです。いいよね。買いました。はい、買っただけで可愛いな。もう国によって可愛さって違うのかな？違うんじゃない？ちょっと怖いって。不気味だね。これ買います。買います。それで寂しいから。あれだね。オグちゃんの彼女目線だね。もっとさ、これ小柄な子がいる。下から下から目線結構弱いから。下から目線ってなんでなんでだっけ？上から目線なんだっけ？上目遣いだ。上目遣いだ。ヨーグルトね。うん。乳製品大事だから。はい。習ったでしょ？習いました。練習だとか試合がね。はい。乳製品で体を回復する。はい。私飲んでますちゃんと。飲んでる？はい。エロい。こっちちょっとレベル高そうじゃない？高そうだね、ちょっと。普通はそんな求めてない。缶コーヒー探してるんですけどね、ないんですよ。見つかりませんね。アイスコーヒーの分とかないのか、ね、ちょお湯は無料でもらえるんでね。うん、もらえる。わかんねえと、全部。直感を信じるしかない。あんだけヘアオイル悩んでたんだ。やろっか。
帰ろっか、お家に。夜ご飯何？今日は角煮。何の？豚の角煮。あ、豚の角煮。もうすぐバレンタインですね。もらえるかな。本命もらえそうですか？5人ぐらい。マジ？モテるな。あげれてない。あるよ。誰に？逆に7人ぐらいある。だい本命？本命7人もいるの。はい、お会計の時間です。オレンジジュースが2点、ヨーグルトが1点、コーヒーが1点、お水が1点、合計金額が268.5ペソってことは、まあ、1400円ぐらい。カード、カード、カード番号はいくつですか？これ変えてないけど、いや、はい、ってことでスーパー行ってきたんですけど、はい、何もなかったね。ただのコストコでした。ただのコストコでした。すいません。こんな感じです。バイバイ。バイバイ。あ、かわいい。